今回はお布施の投げ銭メッセージに回答していきます。ビオフェルミンは心の友様、ありがとうございます。お久しぶりです。レイヤキュンはシャウエッセン派、アルトバイエルン派、コークン派、私は断然シャウエッセン、うんこちんちん。初っ端から、汚いメッセージだなぁ。ドン引き。真面目に答えると、私はほとんどウインナーを買いません。基本的にシャウエッセンが安い時に、たまに買う感じですね。味的にはシャウエッセン一択です。値段よりも味を求めるなら、パッケージの裏面に特急 JAS マークが、書いてあるウインナーを買うと良いですよ。うまいことボイルするとプリッと弾けて美味しいです。もしかして下半身のシャウエッセンの話してるんですか？誰の股間がシャウエッセンやねん。それは小麦ではない様、高額投げ銭ありがとうございます。レイヤーさんこんにちは、いつも楽しく拝見しております。今日は私の夢を聞いてください。いつも動画見ていただきありがとうございます。夢の話ですか？私でよければ聞きますよ。私は、〇〇県で婚活のサポートをする法人の、〇〇をしております。〇〇という名前の会社で、普通の婚活パーティーではなく、もっと個人の趣味、思考に沿った出会い方を企画していく予定です。すみません、法人名を名乗る投稿については、基本的にお布施では名称を伏せさせてもらっています。ご了承ください。本当にその法人だったら良いんですが、違う可能性もありますので、なのでいつか赤木レイヤ式婚活を開催して、そこで結婚するカップルが誕生してほしいと思っております。そう、赤木レイヤ婚というやつです。その際はレイヤさん、ぜひ結婚式に参列してください。いやいやいや、光栄なことではあるんですが、そんな知名度のある YouTuber ではありませんので、多分人が集まらないと思いますよ。また私は企業案件は引き受けていません。申し訳ありません。以前に、レイヤさんの動画かコメントで、〇〇県の女子がいて、それで〇〇で赤木レイヤ婚いけるんじゃないか、と思って、って違う、それはヘナチョコさんのチャンネルだ。やだー、いっけねー、それじゃヘナチョコ婚になっちゃう。って犬は結婚式出られないですね。ということでやっぱりその際も、レイヤさんの参列をお待ちしております。では、今日はこの辺で。まだヘナチョコ婚の方が可能性あるんじゃないかな。私にそこまでの集客力を期待されても、多分ご期待には添えないと思います。例えばですけれども、キャンプ系 YouTuber のオフ会で、婚活オフ会をする。みたいな企画だったら良いかもしれませんね。キャンプ系 YouTuber を見ている視聴者は、キャンプが趣味の人が多そうですし、同じ趣味の仲間が集まりやすいでしょうから。しかしレイヤの場合は、視聴者の趣味思考に統一性があまりないので、婚活に結びつけられるかは微妙だと思います。なのでもっと、真っ当な専門系 YouTuber に、声をかけてみてください。しかし私に声をかけていただいたことに関しては、とても感謝しております。マジレスしてるけどこれ真面目な話ですよね。このお布施をすることは他の理事には言ってません。でも大丈夫。うちの理事がこんなチンチンとか、ケツ穴とかばっかり言ってるチャンネルを見ることはないでしょう。ですが、レイヤさん、視聴者2期の皆さん、何卒この話はここだけにしておいてください。私の品性が疑われてしまいますので、では赤木レイヤ婚進展がありましたら、またお知らせいたします。品性を疑う視聴者が集まっているから、品性を疑う人同士、相性がいいってか、その発想はなかった。そんな婚活を、生み出してはいけない、今しめ。それは小麦ではない様、ありがとうございます。このメッセージは伝えるのが目的ということで、一部のみ読み上げます。品性疑われるとか書いてすみません。モロチンという言葉が好きすぎて、モロチンを毎回楽しみにしててすみません。いやまあ、品性が疑われるというのは、ただの事実ですからね。事実陳列罪です。なんでこんなコーナーになっちゃったんでしょうね。普通の質問コーナーみたいな感じに、するつもりだったんですけれども当初は、まあでもギリギリ紹介できるメッセージばかりなので、そこは皆様きちんと、わきまえているのかもしれませんが、一番好きなのがお布施回答の回ですみません。まだおすすめのワインとか買ってなくてすみません。せっかくメッセージ送るのだから、文字数いっぱい使ってやろうと思ってすみませんでした。そやまあせっかくお金を使うのですから、もろちんめいっぱい文字数を、使わないともったいないですよ。むしろいっぱい書かないと損です。お布施回答が一番好き。うせやろ、相当な上級者ですね。まあこのお布施コーナーを見ているのは、相当な変態ばかりだと思うので。いや冗談ですよ。お布施コーナーを見てくれている視聴者兄貴は、相当濃い視聴者だと思っているので、いつもお布施回答を見てくれてありがとうございます。ワインは好みもありますからね。気になったものがあればぜひ試してみてください。私は甘口が好きなので、甘めのワインを紹介することが多いです。31キロ様、ありがとうございます。レイヤ様、こんばんは。4月27日にひまわりの種に、お手紙を添えて郵送しました。それから1ヶ月以上経ちましたが、市長位からは特に何も連絡ありません。送ったんですね。有言実行は素晴らしいことです。ひまわりという単語を聞いただけで、夏の入道雲が頭の中に浮かんできます。職場には小学校に通う子供を持つお母さんもいらっしゃるのですが、小学校にひまわりの種が寄付された、というような話は上がらず、寄付したものが一体どうなっているのか心配になってきます。あらら、何も返事がありませんでしたか。確かにそれは少し不安ですね。いくら善意の送りつけとはいえ、何も連絡なしというのはもやっとします。それこそふるさと納税であれば、きちんとお礼の手紙がありますよね。教育委員会という、子供を教える立場の人間が、寄付に対してお礼の言葉もないのはどういうことなのでしょうか。私
性だけでなく市長位も腐敗しているのか。確かに気持ちはわかりますが、向こうは公務員ですから、公務員にあまり期待しない方がいいですよ。もしかしたら、似たような善意の寄付が、ものすごい数来ているかもしれませんし、それに対して個別に返信するというのは、難しいのかもしれません。またあくまで一般論ですが、寄付は見返りを求めるものではなく、寄付した時点で満足した方が、精神衛生上は楽かと思います。例えば人にプレゼントをあげたら、大抵はお礼を言われると思いますが、向こうは組織ですから、個人と同様の対応を期待するのは酷というものです。でもお礼がないのは寂しいですよね。気持ちはわかります。これはあくまで私の考えですが、お礼の言葉はなくても、実際にどこかでひまわりが植えられていて、それを見た人がええやん。と感じたのなら、31キロ様が寄付したことにも意義があると思います。もし私だったら、お礼とかはいいから、ちゃんとどこかに植えてくれ、と思いますね。ケツコチャンネル様、高額投げ銭ありがとうございます。出たわね、今回も超対策です。どうもおかまよ、苦渋のケッコよ、ごきげんよう、おげんこちんちん、どうなの？いきなりの下ネタ、今回は下ネタ回でしょうか。おげんこちんちんというか、カチンコチンチマルコですね、悪ノリ。それはそうとレイヤちゃん、ゲイは下着にこだわりがちっていうのは、聞いたことあるかしら。ゲイに生まれて、あるいはゲイに目覚めて、ゲイとして生きている私たちだから、自然に身につく感覚なのか、もともと備えていたサブマリン型ファジュセンスなのかはわからないけど、ツヤ、デザイン、質感、メーカー、そして何よりも縫製、そう、ゲイはそこまでこだわるの。もちろん例外はいるわ、そんなの汚いよ。ゲイのことはどうでもいいわよね。そうだったんですか。ゲイの下着を見る機会はなかったので、全く知りませんでした。しかしゲイの下着を見る機会があるのは、基本的にゲイだけのような気もしますが、ゲイの間だけでゲイの下着に関する情報が共有されているのでしょうか。おゲイってなかなかのパワーワードですね。ゲイ基準だとノンケの男は大体汚いと分類されてしまうかもしれません。枯れ木と二人丸山町を歩く。あら、そういう時もあったっていう話よ。丸山町は渋谷の道玄坂裏手、ホテル街ね。枯れ木の外気にさらされているうなじが穏やかな曲線を描いて、前を歩くたびにシャツにすれて現れたり消えたりする首筋を見ながら入った部屋、おパンツを枯れ木に見せたところでせいぜい3分。そして落ち丸ちんに支配された脳のせいで乱暴に脱ぎ捨てられてしまう。そんな下着にどうしてそれほどまでにこだわるのかしら。わからないわ私にも。生々しすぎる訴訟。確かによく考えると、下着にこだわって高いのを身につけるのって、なんかもったいない気もしてきますね。そう言われると、基本的に戦闘するときしか見せないので、勝負下着が2、3個あると十分でしょうか。質の良い下着を身につけた時の、高ぶりつつもたゆたうような感覚。3枚980円の土偶色のパンツでは、決して味わえない時、履く時も脱ぐ時も、わざと時間をかけてゆっくりと、水飴のように流れる時間を楽しむの。こんな私でも、下着の幸せを考えたこともあるの。たとえどんなに質の良い1枚3000円する下着でも、結局はお釜の股間で、いつも同じ場所を押し付けられて、擦りつけられて内側から毛羽立って捨てられる。この子は幸せ、それとも不幸。いいえ、私のアイドリング中の、ハーレーダビッドソンに擦られて、命を使い果たしたこの子はきっと幸せだったはず。一回上のデブデブと肉を余らせた筋肉の内積取りのような、あのゲイに吐かれるよりは何百倍も幸せだったはずはずよね。いや、なんでパンツ視点の話になってるんですか。そうか、パンツ視点の想定はしたことがなかったな。まあでも世間ではおもちゃ視点の物語が大ヒットしたこともありますから、もしかしたらパンツ視点の物語も斬新でウケるかもしれませんね。いや、ウケるわけないか。でも一部のゲイの間ではウケるかも。確かにパンツ視点で考えると毎日が地獄です。きっと前世でとんでもないことをしでかした大悪人がパンツに転生することになっているのでしょう。着心地が良くて肌触りもいい、性的すぎない、それでいて地味すぎない、歌舞伎町にいる、ブリーチしすぎてバッサバサになった挙句、日に当たりすぎたテントみたいな薄らはげたピンクの髪で、何日も同じパンツを履いてるような、女みたいなおげれつな性欲を主張する下着は絶対ダメ。パンツソムリエかな。これまで様々なゲイのパンツを見てきたからこそ、言えることなのでしょう。そんな風に、のんけなら気にもしないようなことを思っておパンツを選んでるの。だけどね、思い知ったのよ。絶対に勝てない、絶対に叶わない。それは、サリーちゃんの下着姿を見たとき、足立ちは軽米みたいなものだから、お仕事が終わって帰るときはパパッと一緒に着替えるの。そのとき見た、サリーちゃんの下着姿、いえ、サリーちゃんの水晶のような肌を、確かな強い意志を持って包み込む下着、まるで、彼女の外気に触れたら、それだけで曇ってしまうようなことは絶対に許さないとでも言うように、守っている力強い下着、それでいて前後、いえ、上下の早急を絶対に潰さないように、まるで生まれたての赤ん坊を持つ母親の手のように優しく包む上下の下着、己が持つ慈しみの心を惜しげもなく身にまとった下着、ただの白、純白、いえ白より白い、まるで白から青に変わる境目のような純白の下着。ああ、あの下着はきっと幸せね。私が履いているおパンツの少なくとも10倍は幸せね。そんなことを思ったわ。せんない話ね。文豪かな、サリーちゃんの下着、そんなに素晴らしかったんですか。ぜひ YouTube にアップしてください。いやもろちん冗談ですよ。アップしたら多分バンされるので、やめてください。外見の美醜は、どうしても生まれつきの要素も大きいですし、努力で変えるにしても限度がありますが、これまでの話を聞く限りだと、サリーちゃんは確かに戦闘力高そうですよね。っていうかさらっと、白ってバラしちゃってますけど、余韻ですかこれ。サリーちゃんから訴えられても知りませんよ。ちなみに私は、白のドロワーズです。王女の風格。
私は女にはなれないし、否なくハーレーダビッドソンを取ることもできない。生まれて死ぬまでつきっぱなし。おっまるいも大きくならないし、かま父も出ない。別にいいのよ。だって女になりたいなんてこれっぽっちも思わないもの。それでも私はおパンツにこだわり続けるわね、きっと。だって嫌だもの。マリモさんの履いてるパンツ知ってるかしら。もう本当にがっかりよ。ゆるゆるダボダボの、明らかに中国製の、綿なのか厚紙なのかわからないゴワゴワしたトランクス。それは草、マリモ様。普段下着が見えないからって、あからさまに手を抜いていますね。完全におっさんが履くやつじゃないですか。しかも相当履き古してるやつですよね、それ。薄水色よ。それ入院中に点滴率ガラガラ引きながらトイレに行くおじさんが来てるあのやつじゃない。あのやつの色じゃない。最悪よ。徹夜ママは、体半分は女だし、心も女だからいい下着つけてるわ。ちょっとババ臭いけど、まあいいじゃない。ドスエさん、あの人は下着つけない派ね。そう、フリースタイルよ。ゲイでも下着つけない人もいるんですか。まあ下着を買うお金がかからないので、節約になって良いかもしれませんね。あら、なんかどうでもいい話で長くなっちゃったわね。またお手紙書くわ。暑くなってきたから水分をこまめにね。喉が渇いたって思ってからじゃなく定期的に飲むのよ。もちろんお酒は水分にはならないわ。むしろ体から水分を出しちゃうのよ。お小水で、そういうわけでお元気でね。アディオース、ケツコ。いやーゲイの人の下着事情について、聞く機会はほとんどないので、勉強になりました。サリーちゃんが白と分かったので、ゲイに気は換気しているのではないでしょうか。喉が渇いた時は、もう体の水分が不足している状態なので、できれば喉の渇きを感じる前に水分補給するのが良いですね。あとお酒も利尿作用があって水分を排出するので注意が必要です。夏の暑い時はノンアルビールで水分補給するのがおすすめです。私もこの時期は水分補給しまくっています。結子様も皆様も水分補給はこまめにしましょうね。みぐみぐ様、ありがとうございます。レイヤさん、視聴者兄貴の皆様、こんばんは、みぐみぐです。今回はちょっとした知識というか、雑学というか、まあそういったものを皆様に、お勉強してもらうためのお布施です。はぁー、それかため息。いやそんなんさ、卑猥なやつに決まってるじゃん。絶対卑猥なやつでしょ。何が雑学ですか。雑学って言っとけば、いくらでも下ネタ言っていいと思ってるんですか。ふざけるな。声だけ白紙。先日のレイヤさんの動画内で、青少年も見ているとのことだったので、少しでも役立つように、と思いお伏せしました。以下、本題。いや、やめろや。余計に立ちが悪いわ。土星の衛星タイタンには、チマルポ湖という湖があります。チマルポ湖の主成分は炭化水素、主に液体メタンとエタンです。チマルポコメタンとチマルポコエタンと覚えましょう。以上、いやー、今回は勉強になるお布施でしたね。素晴らしい。では、また次のお布施で会いましょう。いや、確かに若干勉強にはなりましたが、その知識っていつ使うんですかね。土星の湖について話す機会なんて、大抵の人はおそらく今後一生ないでしょう。また無駄な知識がついてしまった。しかしひどい名前ですね。世界や宇宙のあらゆる地名を調べたら、大抵の卑猥な言葉は見つかるんじゃないでしょうか。もうそういうの、見つけてこなくていいから。良心。松本の花様、ありがとうございます。レイヤ様、視聴者の皆様、こんばんは。早速ですが皆様、水着シーズンに備えてのダイエットはお済みでしょうか。今回は皆様におすすめしない、ダイエット方法を紹介したいと思います。その名もエターナルダイエット。少し前にエターナルという国産オンラインゲームを紹介したかと思いますが、エターナルを、食事する時間も惜しんでプレイしていたためか、10ヶ月ほどで体重が3分の1ほど吹っ飛びました。ドン引き。それはもうダイエットというか、ただの絶食なのでは。まあ何にせよ痩せられたのなら良いのでしょうか。しかしあまり無理はしないでくださいね。最低限は食べた方がいいと思いますよ。多分ですが、ゲームで忙しくて夜食を食べなくなったのと、ダンジョンマッチング待ちの時間に筋トレをしていたのが痩せた原因だと思います。それほとんどゲーム関係なくて草、痩せることができたのは、松本様が頑張ったからではないでしょうか。夜遅い時間に食べると消化に悪いので、日常的に夜食を食べる癖はつけない方がいいです。若い時は良くても、年取ってくると太りやすいですし、その回もあってか、4つあるサーバーのうち2つでチャンピオンチームを玉座から陥落させることができました。去年8、10月の頃だったので、リーガルハラスメント会見の前ですね。月日が経つのは早いですね。真面目にやろうとすると、お金も時間もかかるゲームなのでおすすめはしませんし、私も甲状腺勝利を機に一戦を退きましたが、視聴者の皆様もよかったらプレイしてみてください宣伝。ではこれからも応援しています。またね。ゲームやりながら筋トレして、ダイエットして、一通り楽しんだら第一戦から退くという、ある意味でゲームの理想的な使い方ですね。しかし体重3分の1減少はすさまじいです。ライザップに頼んでも、そこまで痩せるのは難しいんじゃないでしょうか。なかなか痩せられなくて困っている場合は、エターナルダイエットぜひ試してみてください。やはり食事量を減らすことと、筋トレするのは大切ですね。私は最近、リングフィットアドベンチャーを買おうかどうか迷っています。アドベンチャーズオブチンチン様、ありがとうございます。久しぶりだね、赤城のレイヤ君。激辛ペヤング当選したと聞いたが、そんな準備で大丈夫か。大丈夫だ、問題ない。これいつのネタやねん。もう何年前なのかも覚えてないですよ。懐かしいですね。激辛ペヤングは食べますのでご安心ください。いやーでもさ、せめて普通に食べられる範囲の激辛商品を出してほしいですよね。一般人が食べられないものを商品化するなよと。あ、激辛ペヤング、私が食べる前に、よかったらそのまま送りましょうか。
トネリコ様、ありがとうございます。前回の女性差別の件、私は何も動くつもりはありません。私を黒丸丸丸丸丸としか見れない。目が不死穴野郎に使う時間もお金ももったいないですし、そんなことするくらいなら友人我が友ゴルシンクさんに贈り物したり、牧場物語で種の品質向上させたりする方がマシ。トネリコ様がそう思うのなら、それで良いのではないでしょうか。アホとは関わらないのが一番ですよ。私は仕事でアホに構っているだけで、お金にならないのならアホには構いません。あるいは、何か別の目的がある時だけですね。アホに構うのは、小川社長が最近アホに構う時は、基本的には別の目的がある時だけでしょう。最近、創作のネタに、天然石のアソートパックを購入したのですが、小さくても本物は素晴らしいですね。小さかろうと価値は変わらない、そんな素晴らしい何かを、求め続けられる生き方こそ理想であり最高の豊かさ、贅沢なのだと確信しています。目先の承認欲求のために、生き地獄行きの片道切符を掴んだとも理解していない、国語一界隈は私のようなリバイコリスナーをバカにして笑いますが、真の負け組はお前らじゃい、と叫びたいです。なんか知りませんけど、頭の悪い人が吸い寄せられている感じがしますね。アホの見本市みたいになっています。いろいろ見てますと、あの界隈と長いこと関わっている人はどんどん頭が悪くなっていますので、比較的まともだった人が急にアホになるというパターンも今後あるのではないでしょうか。いや今後っていうか現在進行形で今まさに起こっていますけども、よっぽど人生で楽しいことがないんでしょうね。そういう人たちのネットでの活動履歴を見てみると、いろいろと考えさせられるものがあります。しかし私はそういう人たちを監禁する過量をしていますので、これまでのネットでの遍歴が膨大であればあるほど私としてはありがたいですね。松本の花様、ありがとうございます。レイヤー様こんにちは。本日はレイヤー様のパンツについて語りたいと思います。こんにちは。いや、そんなこと語らなくていいから。両親、レイヤー様のスカートの長さでドロワーズを履いてしまうと、わかめちゃん状態になってしまいますよね。そこでレイヤー様には次の4つの中から、履きたいものを選んでいただきたいと思います。1ブリーフ、2ブルマ、3トランクス、4ベジータ、ベジータってパンツだったんですか？こうやって並べられると、なんか本当にありそうなんでやめてください。完全にドラゴンボールの登場人物じゃないですかこれ。私はドラゴンボールはエアプですが、それでもわかりますよ。そうですね。この中なら、トランクスかな。いやでも同人誌的にはブルマが一番いいのかな。じゃあブルマでお願いします。某漫画を読んでいたらこのような選択肢が浮かびましたので、ぜひ選んでみてください。レイヤー様の視聴者の皆様にこの4択でアンケートを取ったら票が偏りそうですね。ではこれからも応援しております。じゃあやってみますか。6月22日分のアンケートに設定してみました。お楽しみに。確かにドロワーズだとはみ出るはずなんですよね。なのにはみ出てないという、超短いドロワーズを履いているということで許してくれませんか。っていうかこのスカートの短さだとトランクスでもはみ出る気がするんですが、じゃあやっぱりブルマで発信。ブルマ履いてる男の子って一体どういうことなんですか。ただの変態じゃないですか。皆様わざわざ外部サイトでの投げ銭と楽しいメッセージを本当にありがとうございました。最後までご視聴ありがとうございました。